気温が上がり、西日本では30度を超えるところもありそうです。今日は高気圧に覆われて、西日本から北日本の広いエリアで日差しが届きます。特に東海から西日本で気温が上がり、暑い一日となりそうです。30度を超える予想のところもあります。では予想最高気温も見ていきましょう。さあ今日は日差しが届くところが多くなりますので、暑いところが多くなりそうです。そして昨日は日差しが乏しかった西日本、こちらで特に気温が上がります。広島では30度予想となっております。暑さに注意が必要な一日となりそうです。では熱中症予報を確認していきましょう。東海から九州にかけて、特に名古屋、高知、広島、福岡では警戒レベルとなっています。熱中症に注意が必要な一日となりそうです。では熱中症のサインも見ていきましょう。脈拍が速くなる、めまいがする、このような症状が現れたら熱中症のサインとなります。引き続き熱中症に十分ご注意ください。